今回は鋼の錬金術師に登場するメロンお見舞いおじさんことキングブラッドレーについて見ていきたいと思います。軍事国家アメストリスの大総統であり、現在の国家を一から作り上げたカリスマ独裁者キングブラッドレー。軍の上層部といえば口だけの老害ジジイが多いものですが、ブラッドレーは国のトップにふさわしい圧倒的な力を有しています。つまり実力と権力を兼ね備えた最強のじいさんなのです。その正体はお父様が作り出したホムンクルスの一人、フンドのラース。国土錬成人の完成に向けて物語の黒幕であるお父様がフンドを切り離し7番目に作ったホムンクルスです。つまりブラッドレーとはアメストリスを一から作り上げたカリスマ独裁者ではなく、お父様によって作られたカリソメの支配者だったのです。他のホムンクルスと同様に人間を見下しており、自らを人間より優れた優良種と称しています。特に神にすがる人間に対しては厳しく、イシュバール殲滅戦の際、自らの命と引き換えに戦争を終わらせようとしたローグ王に対しては、一人の命で数万人の人を助けるなんてうぬぼれるな、とじいさん相手に火の玉ストレートを投げ放ち、その場に居合わせたヒューズをドン引きさせていました。またヒューズの葬式において終始手が震えていたのは部下を失った悲しみからではなく、ヒューズの娘の泣き声がうるさくて不愉快だったからとフンドの名に恥じない短気さも見せています。これらの行動からもわかるように、ラースは血も涙もない冷酷な性格であり、忠誠を誓ったお父様の計画を遂げるためなら一切の手段を選ばない冷酷さを持っていることがわかります。一方で人間の中で妻にだけは特別な感情を抱いており、バカにされた際はちょっと怒っていました。作中では国の最高権力者でありながら仕事を抜け出してエドワードのお見舞いに行ったり、アロハシャツでダブリスに行ったりと大総統らしからぬ軽さとコミカルな一面を見せていました。しかしこれらの行動は全て裏があり、エドワードのお見舞いに来たのも第5研究所の秘密を知ったエドワードにこれ以上首を突っ込むなと釘を刺すためであり、ダブリスに行ったのも人柱の候補となるイズミ・カーティスを視察するためだったりと、全てはお父様の計画を遂行するためのものでした。ホムンクルスの中には主人公たちに物語を進めていくヒントを与えたり、人柱を間違えて飲み込んだりと、お父様の計画を邪魔する者もいる中で、いかなる時も計画実行に向けて行動していることから、ラースがいかに有能なキャラなのかがわかります。そんな有能なホムンクルスであるキングブラッドレーは2代目グリードと同様に人間をベースとしたホムンクルスです。お父様の計画の最終段階として、アメストリスに独裁者を作るため幼少期からあらゆる英才教育を受け、その中で選ばれた人間の一人です。またキングブラッドレーという名前も本名ではなく、人体実験を担当していた医師から与えられた名前であり、本来の名前や素性などは全てが不明です。そういった意味ではブラッドレーもまたスカーということになります。他のホムンクルスのように不老不死ではないため、倒されても体を再生することができず人間と同じように老化します。そのため体質は普通の人間と大差ありませんが、戦闘能力は作中屈指の高さを誇ります。作中でも最強格に位置するスカーを相手にボロボロの状態で戦うもほぼ互角の勝負をしていたり、グラトニーを圧倒したランファンをあと一歩のところまで追い詰めたりと圧倒的な強さを披露しています。このことから作中でもトップクラスの実力者であることは間違いないでしょう。また生まれた時からお父様によって大総統になる道筋は決まっていたため、政治に関してはただのお飾りかと思いきや、大総統としての能力も非常に高いです。現在の軍部中心の中央集権的な国家体制への移行や国家錬金術師制度の導入、急速な領土拡大など、現在の軍事国家アメストリスを築き上げた張本人であることから、政治能力も非常に長けていることがわかります。このことから総合的な能力では他のホムンクルスたちと比べても群を抜いており、お父様の最高傑作といえる存在となっています。ホムンクルス固有の能力は最強の目と称される銃の弾道を見切れるほどの驚異的な動体視力。全ての攻撃を見極められるため、普通に戦っていては倒すどころか傷をつけることすらほぼ不可能です。基本的に戦闘では剣を使用することが多く、状況に応じて二刀流で戦うこともあります。
その超人的な身体能力により踏み込みや剣を抜く速さは異常なほど速く、素早い動きによる高速近接戦闘術にはほとんどのキャラがついていくことすらできません。実際初代グリードのアジトを襲撃した際、単身でグリードの部下たちをなぎ倒し、最強の盾を持つグリードを圧倒していました。このような絶望感を感じさせるほどの強さと冷徹な性格の持ち主であることから、ブラッドレイが自ら戦闘に出ると敵は徹底的に殲滅させられるため、歩く死亡フラグと言われているとかいないとか。基本的に鋼の錬金術師の世界はエドワードやマスタングのように超能力に近い錬金術が使えるものか、ホムンクルスのような圧倒的な再生力と特殊な能力を持つデタラメ人間のバンコクびっくりショーのようなキャラが強者として君臨しています。しかしブラッドレイはそのような飛び道具に頼らず、己の肉体のみで戦っています。つまり単純な武力ではブラッドレイの右に出る者はいないのです。作中序盤ではお茶目なおじさんという印象が強かったキングブラッドレイ、しかし正体がホムンクルスだと判明した以降は冷酷な独裁者としての素顔が際立っていくことになります。物語中盤では一人足りていなかった人柱を揃えるためにマスタングに目をつけるようになり、次第に圧力を強めていきます。しかしマスタングはその目をかいくぐり、グラマン中将にクーデターを起こすよう要請し、ブラッドレイが乗っていた列車を爆破したことでブラッドレイは戦線離脱を余儀なくされてしまいます。こうしてダイソー豆腐ではアームストロングらが制圧を完了し、誰もが勝利を確信した瞬間、ブラッドレイが何事もなく「ただいま諸君」と言い放ち、正面から自身の城へ戻ってきます。この期間には作中キャラだけでなく多くの読者が絶望したことでしょう。サーベル一つと手榴弾一つという軽装で中央司令部を占領していたブリッグズ兵を圧倒するも、フージーさんとバッカニアラの捨て身の奇襲と、それに続いたグリリンの一撃で左目を負傷してしまいます。その後も重傷を負いながらもスカーと対峙し、七指導士対決が始まります。グリードとの戦いで最強の目が使えないほどボロボロな状態でありながら終始スカーを圧倒するも、最終的には日食の影響で光が偶然刀身に反射し、一瞬目がくらんだ隙にスカーによって両腕を吹っ飛ばされてしまいます。そして最後はやりごたえのある良い人生であったとボス感を漂わせるようなセリフで昇天し、60年の生涯を終えることになります。イシュバール殲滅戦では神の存在を全否定し、自らが拘束したイシュバールの僧に天罰が下るぞと言われた際は鼻で笑っていたブラッドレイですが、天からの光によってイシュバールの武装の手で敗北したのは非常に運命的なものを感じます。実際ブラッドレイもこういうのを天は我に味方せずとでも言うのかねとつぶやいていました。このスカーの勝利は天の助けがあったからこそ成し得たものだと言えるでしょう。また後日スカーが勝てた理由について、誰かがブラッドレイに致命傷を負わせていたからだと答えていたことからも、万全の状態で戦っていれば勝てる見込みはかなり低かったでしょう。圧倒的なカリスマ性と幾度も絶望を与えた戦闘力から、多くの読者からラスボスみたいな中ボス、ラスボスよりラスボスなどと称されています。実際エドワードもブラッドレイがラスボスだと勘違いしていたほど貫禄があった敵キャラでした。作中において戦闘では全く成果が出なかったホムンクルス軍団の中で、ラースは初代グリードだけでなくフージーさん、バッカニアなど強キャラたちを倒しまくった唯一のホムンクルスです。その点では最も主人公たちを苦しめたキャラといっても過言ではないでしょう。ではなぜ他のホムンクルスのように圧倒的な火力を誇るキャラではなく、ただ目がいいだけのラースが作中でも屈指の最強キャラになれたのでしょうか。その理由は長きにわたって戦場で活躍した実戦経験と厳しい鍛錬によるものが要因だと考えられます。実際他のホムンクルスたちは終始人間を見下しており、鍛錬をすることなく己の力を過信していたため、思うような成果が出ていません。そのため数々のとんでも能力を操るキャラが登場する鋼の錬金術師においても、結局強くなるには修行による努力が必要だったわけです。つまりホムンクルス全員がブラッドレイになり損ねた人間ベースのホムンクルスであれば、お父様の計画はもっと早くに成し遂げられた可能性が高いのです。そう考えると計画を遂行できなかったのは、使えないホムンクルスを居座り続けさせた身内の甘さであり、お父様の特徴が一番色濃く出ていたプライドが最大の敗因なのではないでしょうか。序盤から終盤まで終始最強キャラとして君臨し続けたキングブラッドレイことラース、圧倒的な力は血の滲むような努力でしか得られないということを教えてくれたキャラでした。